ストップではあるかもしれない。あっちが疲れるだけだって、まあ、俺が有利だったのかなと。コーカサスの雷、ウガール・ケラモン。ライト級グランプリ王者ムサエフと共に練習に励む路上の伝説、朝倉未来。30になったら辞めようと思って、人生で言うと変動いうことは多いんで、今意味のない相手とやってる時間はないんで、ありがたいと思うと思うんですけど、俺と試合組まれて。上から突き上げてもいい。残り25。赤ブガール。よって勝者赤ブガール。